あなたはご存知だろうか。戦争終結後、数万人もの日本軍捕虜が地獄を見た。シベリア抑留という出来事を。俺の名は明石五郎。ああ、自分の不運が恨めしい。つい先ほど軍隊から召集を食らった運のない男だ。集められた人間は15人。この急増部隊に与えられた命令は、明日貴様らは憎きソ連軍に一目食えるのだ。え、15人で何千ものソ連軍を迎え撃てという無謀極まりないものだった。全員が思った。俺たちは明日死ぬんだと。15体数千死にに行くようなもんだ。畜生、畜生。あまりに理不尽な未来への恐怖で俺たちは一睡もできず運命の朝を迎えた。だがここで思いもよらない奇跡が起きる。なんと俺たちが戦闘に入る直前、戦争が終結したんだ。俺たち死なずに済むのか。みたいだな。とはいえ、あくまで日本は敗戦国。俺たちは全員ソ連軍の捕虜として連行された。ソ連軍の兵士たちはしきりにこう言っていた。ラジオストク、東京ダモイ。何言ってんだ。この時は意味がわからなかったが、どうやらソ連の言葉で東京に帰れるぞという意味だったらしい。こいつらの言葉はわからなかったが、戦争が終わったなら日本へ返してもらえるんじゃないか。そんな淡い期待を抱いていたのは事実だ。だがそんな日は来なかった。俺たちは日本に帰るどころか、どこだよ、ここ。ソ連の北の最果て、シベリアの収容所に送られたんだ。兵士たちの言葉は嘘だった。それからの毎日は口にするのもはばかられるくらいひどいものだった。さっさと歩け。くそ、押すなよ。最初にこれから寝食の場になる宿舎に案内されたんだが、見たことのない虫が這い回るボロい木造の建物。ホコリとススとカビだらけで足が真っ黒になった。うげ。そこは人が寝泊まりするにはあまりにも劣悪な環境だった。水が貴重だから満足に顔を洗うこともできず、風呂も年に数回しか入れない。お前くせえぞ。人のこと言えねえだろ。洗濯なんてもってのほかなので、服から常に汗と赤が濃縮された悪臭が漂っていた。そんな地獄のような寝床で暮らしながら、俺たちは毎日朝から晩まで重労働を強いられた。水道管を埋めるたびにひたすら地面を掘らされたり、大人3人分近い胴回りの木を斧一つで何本も切り倒せと命令されたり。こんな調子で1日10時間以上も働かされるのに、こんなんじゃ足りねえ、餓死しちまうよ。食事は朝昼晩と米の少ないおかゆや薄いパンだけ。その時痛感した。俺たちは人間扱いされてないんだって。なんでこんなところに来ちまったんだ。そして冬が来ると状況は極限まで悪化する。真冬のシベリアの気温はマイナス40から60度。日本人が生涯体験することのない極限の寒さだ。極寒の地の洗礼は俺たちにより多くの不幸をもたらした。いでよ、地獄よ。なんで離れないんだよ。こりゃダメだ、切り落とすしかねえ。素手で金属に触ると手が張り付いてしまい取れなくなる。生きるためだ。すまん。指を失ったやつは数知れずだ。急な斜面で木を切っている時、凍った地面に足を取られ、転がり落ちる最中に何度も木にぶつかり全身の骨を折ったやつもいた。だがそれよりも恐ろしいのは空腹と栄養失調だ。十分な食事を与えられず栄養失調に陥った多くの捕虜が、おい大丈夫か、死んでる。この寒さに耐えきれず命を落とした。毎日のように仲間が死に、その度に埋葬した。明日こうなるのは俺かもしれないんだ。毎日毎日大量の人間が死ぬ。正直戦場よりはるかに死を身近に感じたよ。そんな日々に必死で耐えていた俺も2年目の冬に栄養失調で倒れた。ここは。だが俺は運よく生きたまま病院に運び込まれ、一命を取り留めることができた。そしてこの時、俺は病院で恐ろしいものを見た。なんだよこれ。それは大量の手押し車に積まれたおびただしい数の仲間の死体だった。生きてても死んでても俺たちが人間扱いされることはない。その光景を見て俺は決心したんだ。こんなところで死んでたまるか。絶対生きて帰るんだ。それからさらに1年の月日が流れたある日、ソ連兵は言ったんだ。日本に帰れるぞと。また騙す気じゃないだろうな。だが俺たちはその言葉を信用できなかった。騙されてここに連れてこられたんだから当然だ。案内された列車に乗り込み、港町に着いてからもずっと半信半疑だった。だが、おいあれ見ろ、あれは日本からの迎えの船を見た瞬間、ようやく日本に帰れると確信した。俺たち本当に生きて帰れるんだ。5万8000人もの同胞の命を奪った地獄から俺たちはようやく生還を果たしたんだ。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では
人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。